ヘディングはもうスーパーだったから、うん、でクロスからやられたことも一回もない、うん、負けたこともないし点取られたこともない。あの時の鹿島アントラーズの強さの要因って何ですか？ジーコだね。ジーコさんから学んだことって戦うこととトレーニングで出し切るっていう、出し切ること、それが上昇軍団の礎になってるってことですかね。そうだね。93年に鹿島アントラーズに、それもまあ、昔の住友金属、はいはいはい、うちの監督と住友金属の、まあ、GM みたいな人が、はい、その大学の先輩後輩の中で、うん、はい、じゃあもうキャンプ来てくださいよって、鹿島アントラーズの、そう、その時は JFL の2部だったから、はい、うーん2部じゃなって思ってて、はい、まあ、いざその J リーグに入る、はい、奇跡的に J1 に入れたから、はいはい、また誘われたんで、じゃあ行こうかっていう感じで。鹿島アントラーズ以外にこう誘いみたいなものあったんですか？全日空はちょっとあったの、はい、でもまあ ない状態だったかな、うんうんうん、なんでもう鹿島しかなかった。でグランパスに俺は一番行きたかった名古屋大好き行きたかったんですね、うん、地元の。そうそうそう、で、はい、大学の監督にちょっとなグランパス行きたいんで聞いてもらえないですかって聞いてもらったら、はいはい、いらないって言われてプロ1年目からリーグ戦35試合、うん、カップ戦含めると45試合、 そして右サイドバックに定着すると、うん、プロに入ってすぐ順応できた要因とかあるんですか？でももともとサイドバックは大学でも高校でもやってたし、うん、はい、だからそれはあんまり違和感はなかったかな。それよりもあの頃ジーコがもう監督みたいな感じだったんで、はい、1年目の本当は俺試合に出れる予定ではなかった、はい、イタリアのキャンプの時に鹿島に入って、それで流れが変わったかな。だからクロアチア代表と試合やって、はい、1対7で負けて、はい、これじゃダメだってなって、うん、ジーコがもう指揮を取るみたいな感じになって、はい、ジーコが全部やってた。そっからもう細かいよ。よくあのジーコが戦術がないとかっていうじゃん、はいはい、全くそんなことないから、もう1メーターいやもうちょい1メーターもうちょいこっちだ、そこまでポジションとかも。でも自分もプレーされますよね。ジーコはジーコはやるよ、もう笛持って、選手兼そうそうマネージャーみたいな感じで。でそれからまた強くてインテルと試合やって、うん、それもジーコの関係でやらさせてもらって、はい、試合の合間だから本当にあの調整でやってくれるから絶対怪我させんだよ、はい、分かりましたドリブル突破してきたやつが体をキャッて入れて、したら鼻に頭が当たって鼻折れて怒られたんですか？怒られ最初は俺 B チームだったから長谷川さんとかと競り合ったりして、はいはいはい、長谷川さんのここ割ったりとか、そういうのがあったから多分怪我させるのが嫌だからレギュラー組にトップチームの選手が怪我しちゃうからでも俺の特徴はもう明らかで、うん、ヘディングはもうやっぱりスーパーだったから、うんうん、まずジーコはそこをうまく活かしたいと思ってクロスからの失点が結構多かった。鹿島がですか？鹿島がね、はい、その頃、うん、だから俺を右サイドに置いて、あそうすると、まあ、クロス上げられてもやられないっていう計算 で、はい、クロスからやられたことも一回もない。はあ。負けたこともないし点取られたこともない。そう考えるとジーコってすごいですね。いやすごいよ。そこに秋田さんを置くって、うん、でもブラジル特有のやっぱサイドバックって心臓じゃないですか。現代サッカー含めても一番ちょっとこう頭使ったり器用にこなさないといけない場所じゃないですか。そうね、難しいよね。そこにやっぱフィジカルの強さあるって安心感ありますもんね、クロス上げられてもそうだね、まあ、そして J リーグ開幕後のファーストステージで優勝。あの時の鹿島アントラーズの強さの要因って何ですか？組織だね。組織、そのひし形だったんだよね、はい、この4枚と3枚のこのスライドとその組織的なところはもう抜群に良かった。うん、で攻撃もカウンターとかが非常に良かったし、はい、セットプレーも強かったから、うん、あそこでやっぱ点が取れて、
アルシンドね、アルシンド、長谷川さん、本田さん真ん中ね、うん、で右サイドがサントスっていう清水にいた あのサントスさん、この人がもう最高だよ、うん、で俺右サイドバックで、はい、左が石井さん、鹿島の監督組み合ってた、はい、すごい組織的でボール取ったらどこにっていうところも決まってたし、うん、あすごくやりやすかった。まあ、そしてそのファーストステージ優勝したもののチャンピオンシップでヴェルディに敗れて年間2位と、うん、当時のヴェルディってどうでした、すごかったですか。強いよ、だってラモスさん、カズさん、カズさんがピークの時だからね、はいはい、武田さんいて、うん、俺何回もやられたね。へえ、ペレーラもいたね、ビスもいて、キーちゃん、あ北澤さん、キーちゃんもいて、柱谷さん、テスさんもいて、はい、すごいメンバー。その当時ジーコはピークは過ぎてましたけど、うん、監督の時もそうでしたけど、一緒にプレーしてて選手よりも誰よりも上手いと。上手いよ、上手いっていうか上手いし判断がいい、飛び込みに来るじゃん、はい、そうするとワンタッチポンと叩くし、相手来ないとドリブルで仕掛けるし、うん、でキックはキックでもうめちゃくちゃ正確で、はい、歩数まで合わす、うん、相馬が言ってたのが、うんうん、三尾とかレオとかビスマルクは歩数合わせなきゃいけないけど、うん、ジーコは歩数まで合わせてくれる。へえ。ジーコさんから学んだことって何があります？戦うところかな。トレーニングがやっぱり試合で結果出すために一番重要だっていうのを教えてくれたかな、はいはい、それに関してはもともと変わんなかった、俺分かっててずっとそういう風に高校大学とやってきたから違和感はなかったんだけど、やっぱり違和感ある選手はどんどん鹿島からいなくなっていったね。戦う選手だけが残ってくる、戦うこととトレーニングで出し切るっていう、出し切ること、うん、それが上昇軍団の礎になってるってことですかね。そうだね、本当激しかったし、うん、リアリティがあったね。うん、味方同士でも戦うし、うん、ポジション争いもするし、うん、もうライバルだし、うん、ライバルであっても同じチームだったら、うん、その選手のいいところであったり特徴を生かすためにどういう選択をしたらいいのかっていうことを考えてやるのがやっぱ鹿島だったね、うん、その中で勝っていく生き残ったやつが試合出るって、うん、もうこのルーティンがもうちゃんと鹿島できてる。だからやっぱそこでずっとやり続けられるし勝ち続けられたと思うし、うん、まあ、ジーゴさんスーパーじゃないですか。ただ鹿島アントラーズっていうとアルシンドとかレオナルド、ジョルジーニョ、ビスマルクとかもうブラジルのスーパースターいっぱいいたじゃないですか。印象に一番残ってる選手って誰ですか？ジョルジーニョだね。ジョルジーニョ、まあ、一番印象残ってるのはディーコ。ディーコ、はい、で助っ人としてプレーも全てにおいてすごかったのはジョルジーニョ。次元が違うね。本来はサイドバックだったし、はい、代表とかは、はい、だけどボランチやってたんだけど、はい、全然ボランチでもうまいし、うん、まあ、本田さんとジョルジーニョがやってたんだけど、はい、くさびが入ってこない。埋めてるんですか、ポジション。埋めてるっていうか、もう2人いたらぼかしながらこうやって立ってて、こっちに行くふりしてこっちに出させてボール取ったりとか、逆にくさびを受ける中盤がいたらこっち行くふりしてこっちトラップさせてこうやって取ったりとか。へえ、本田さんそういうのがすごく上手だなって僕思ったんですけど、本田さんよりも。いやいやいや、もう本田さんはだから守備のところはもうめちゃくちゃ長けてる、うん、はい、だから両方できて、なおかつジョルジーニはそこからパスがもうピンポイント、はあ、うん、さっきさ、そのサイドバックって攻撃の起点になったりするポジションじゃんって話してたけど、わざと奈良橋を上げてサイドに出るのよ、はい、相手はみんな取りに来るじゃん、ジョルジーニは、はい、絶対持つって思ってるから、はい、中切ってきたらワンタッチで縦に入れるし、うん、逆に縦切りに来たら出すふりしてまたトンと抜いて、もうどうしようもねえなって、はあ、思うぐらいやっぱ見えてるし、うん、いい判断だし、うん、そこで取られたの見たことない俺、サイドで。だからブラジル代表なんだろうなって、まあ、そうですよね、あの頃まだブラジル代表だからね。そうですよね、うん、昔の J リーグってあのワールドカップの決勝戦で戦ってる選手たちが J リーグにいるってことじゃないですか。そうそうそう、あの頃はやっぱカレカもいたしね。そうだ、カレカスキラッチもいましたしね。スキラッチなんてすごかったよ。
ちょうど僕のチャンネルを見てる世代が、うん、多分その頃をよく見てる人たちなんで思い出してもらってると思うんですけど、プロ2年目94年も38試合に出場して、うん、まあ、チームの主力として活躍されている中で、うん、95年に日本代表に初招集されるじゃないですか。初めて代表に呼ばれた時はどんな心境でした？自分の夢でもあったし、うん、93年の頃からなんで俺選ばれねえんだろうって思ってたぐらいだったと思うよね。94年はチームあまり調子良くなかったから選ばれないなと思ってたけど、95年になってやっと選ばれたと思ってて、最初の試合サウジアラビアとの試合で点を取ったのね、はい、コーナーからこぼれてきたので。あ、そうなんですか。決勝、うん、はい、点を取って、はい、でもなんかそれ A マッチにならなかったみたいなんだけど、その後はやっぱり全然出れなくて、うん、すごいモヤモヤした時間を過ごしたっていうのは覚えてる。あの96年に初めて J リーグ年間チャンピオン、そして97年は天皇杯、うん、J リーグカップファーストステージ優勝、うん、ほとんどのタイトルをずっと鹿島とジュビロですか争ってたと思うんですけど、うん、鹿島がここまで強くなった要因ってジーコだね。ジーコ一人ですか。ジーコ一人の、うん、やっぱりあの人が来たことでいろんなものが基準が高くなった、うんうん、で今、まあ、自分もクラブ経営っていうのをしてるけど、はい、基準を作るってすごく難しいんだよね、はいはい、あとはやっぱりスポンサーを取るっていうところもそうだし、地域を巻き込んでできたっていうのは鹿島が成功した例なんじゃないかな、うん、はあ、当時は分からなかったんですけど、今旗から見て感じることは、いち早く企業スポーツからプロスポーツチームにこう変わったのは鹿島だと思うんですよ。それこそ中のプロフェッショナリズムみたいなところもこう作っていったと、うん、でこれはやっぱりジーコがブラジルであったりイタリアであったりそういったプロクラブチームを知ってたから、うん、でそれを多分任せてもらってたというか、ジーコがもう作り上げた、そういう認識でいいんですかね。まあ、基準はね、もう全てその現場のことに関してはもうジーコに聞いてやってたと思う。はあ、やっぱりジーコすごいんだな。いや、すごいよあの人は。へえ。ジーコがいることによって選手も来てくれるし、ジョルジーニョのレオナルドなんて来てくれるはずがないやん。確かにそうですよね。そんな日本の誰がいるようなクラブかわからないようなところに、あの頃は強かったよ本当に。すごかったですよね。ほんと強かった。本当に基本的なことを、うん、もうベースがちゃんとしてるっていうか、ハードワークするとか戦うとか、うん、で技術的なところはもう繰り返しもう腐るほどやんなよ。そういう基礎的なところがちゃんとあって、ベース作りもして、うん、キャンプも死ぬほどやって、うん、戦術がちゃんとあって、だからやっぱり伸びていく選手が、若い選手でもどんどん伸びていくじゃないですか。そうですよね、うん、鹿島行くと、まあ、鹿島でこう上昇軍団の階段をこう駆け上っていきながら、ご自身も日本代表ではセンターバックとして定位置掴んでいくじゃないですか、うん、これは何かきっかけあったんですか。ワールドカップ決まった瞬間どうでした。歴史の扉をこう開けるっていうことはほとんどできない人が多いし、はい、やっぱりワールドカップはね、うん、もうやっぱ夢じゃん。そうですね。秋田さんにとってのゴンさん、いい関係だったんですか。ライバルがいるって楽しいよね。今まで経験した中で一番すごい人だって思える。